ドルチェクラシックチャンネル、おはようございます。坂口かすみです。グリーンベルトから甘い香り、真っ白のクチナシが咲いています。雨の季節を知らせるお花、今年は穏やかな雨でありますように。ドルチェクラシックチャンネル、管楽器が奏でる旋律とゲストの音楽にまつわるお話やコンサート情報をお楽しみください。心地よい朝をご一緒に、ドルチェクラシックチャンネル。この番組は管楽器の専門店ドルチェ楽器の提供でお送りします。確かなものを心ゆくまで、世界の名器をあなたのもとへ。管楽器の専門店ドルチェ楽器は、圧倒的な品揃えであなたに合ったパートナー選びをお手伝いいたします。AM1008FM933 の ABC ラジオがお届けしています、ドルチェクラシックチャンネル。今朝のお客様はクラリネット奏者のヒョン・ジョンチョルさんです。ヒョンさんは大阪音楽大学を首席で卒業後、フランスのポール・デュカス音楽院で学びました。帰国後、ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団を経て、現在京都市交響楽団に所属するクラリネット奏者です。関西の多くのオーケストラの客演首席奏者として厚い信頼を寄せられています。また大阪音楽大学非常勤講師として後進の指導にも熱を入れていらっしゃいます。ヒョンさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。クラリネットとの出会いっていうのはずいぶん前なんですか？クラリネットを始めたのは僕が10歳の頃で、小学校5年生からなんです。どんなきっかけだったんですか？きっかけはね、音楽の授業でね、クラリネットを組み立てるのを見て、はい、音とかじゃなくて、それが超合金のようでね、もうすごくかっこよかったんです。それで放課後、私サッカー部だったんですけど、もう退部届も出さずに、はい、そのまま吹奏楽の部室に行って、入りたいって言って、クラリネットしたいって、はい、初めて手にしたクラリネットの感触って覚えてらっしゃいます？私実はすごく小柄で、今でも小柄な方なんですけど、クラリネットって実は結構大きいんですね、思ったよりね。そうなんです。だから下まで指がまず届かないのと、あとトーンホールっていう指を押さえる穴に指がすっぽりと入っちゃったんです、はい、あらあら。ですので押さえるっていう作業もできないという、はい、なかなか最初はだからこの子には吹けないんじゃないかって言われてたんですが、実はなんやかんやら遊んでるうちに1年後にはもうすでにモーツァルトのコンチェルトを吹いてたんです。一つにのめり込むとそればっかし頭の中にあって、毎日クラリネットの音源を聞いてたんですね。当時ウィンヒルのプリンツっていう方のモーツァルトのコンチェルトのカセットテープが出てたんですけどね、それを毎晩毎晩擦り切れるほど聞いて、それで楽譜も手に入れてやってると吹けるようになったという。もうそれからもうクラリネット一筋。そうですね。他に浮気とか、私は、ね、この楽器やってみたいとかなかったんですか？他の楽器をしてみたいっていうことはないんですけど、いろいろやりたいことは実は最近出てきてるんですね。それは最近小説書いてみたい、まあ書いてるんですけど、だったり、はい、あと僕もともと絵が好きなので絵を描きたいとか、あとクラリネットで言うと今はジャズを趣味にしてるんですけど、やりたいことは本当にたくさんあるんですが、結果的に振り返ってみるともう本当に趣味も持たずにほぼクラリネット一色の人生だったなっていう感じです。でも小説書いてらっしゃると今おっしゃいましたけど、はい、どんな小説？恋愛小説、推理小説？最初はね、純文学が僕好きでして、そういう純文学っぽいものを真似て書いてたんですけど、最近は子供がね、今上が10歳で次下が2歳いるんですけど、その10歳の息子のために童話っぽい子供の読めるストーリー考えて、それを何作も実はもう書きました。そのヒョンさんが作られた、うん、その物語のための曲っていうのはどうですか？僕ね、作曲が実はできないんです
天才なのに。いや、曲はまた別で作曲だけ他の人に頼んで、そういう、実はそういうことを考えてるんです。あの演奏とストーリーは私が考えて、あと演劇をされてる友人がいるので、その友人に出演していただいて、何かそういうものできないかなっていうのは常に考えてて、はい、そういうコラボも面白そうですよね。そうなんです。どうなるかわからないですけどね、はい、さあ近づいてきましたコンサートのお話をお伺いしようと思います、はい、7月8日、はい、梅田にあります大阪工業大学 OIT タワーの上昇ホールでクラリネットオンズ演奏会が開かれます。このオンズっていうのは、オンズはフランス語で11の数字のことなんですけど、まず私がこの11人を集まってもらったのは、実は第1回目のコンサートで、あのスティーブ・ライフさん、後で音源流していただく、そのニューヨークカウンターポイントが11人のクライアント奏者のために書かれたので、その曲を演奏したくて、私も含めて11人に集まっていただいて、それでアンサンブル組んだんです。11人のクラリネット奏者による演奏会ということですね。はい、で1回目がもうすでに行われまして、今度が第2回目ですけれど、はい、どんなところが聞きどころでしょう。今回はあのサブタイトルとして11人のクラリネット奏者によるタンゴの歴史という、はい、あのサブタイトルを付けさせていただいてるんですが、はい、これはピアサラという作曲家の書いたタンゴの歴史という曲がメインにもなっているんですが、はい、実はそのタンゴそのものの歴史、つまりそのタンゴのルーツをたどる旅みたいな形でプログラムを組ませていただいているんです。そしてそのプレイベントがあるんですよね、はい、ドルチェアーティストサロン大阪でこの土曜日です、6月8日に開かれるプレコンサート&アドバイス会、はいはい、こちらもプログラム見せていただくと楽しそうですね。そうですね、あの今回の聞きどころというか、あの楽しみどころとしては、いろんなメーカーの楽器を同じ奏者が吹いて聴き比べをしてもらうと。例えばあのクラリネットでしたら本当にたくさんのメーカーがあるんですけど、それをあのそのメーカーの特徴、音色であったり、あのいろいろそういう特徴があの分かる良い機会、なかなかありそうでない機会なんですね。そうですね、聞き比べが、うん、そうなんです、できるわけですもんね。今後これから楽器を買いたいあの学生、高校生、中学生の方とか一般の方でも、あのそこであのちょっと何かね、それがヒントになれば良いかなと思ってます。そして演奏ももちろんそうです、アンサンブル、そうですね、あのカルテットであの2曲ほど演奏させていただきます。はい、こちらのプレコンサート&アドバイス会につきましては、ドルチェ楽器のホームページで時間などは確認していただきたいと思います。さてクラリネットオンズ迫ってまいりましたが、今日おかけする曲はその第1回目の演奏会で演奏した曲ですね、はい、そうです、はい、アメリカの作曲家スティーブ・ライヒのニューヨークカウンターポイントを聴いていただきます。これは随分実験的な現代音楽っていう感じがしますけれど、実験的、当時はもしかしてそうだったのかもしれないですね。あのミニマルミュージックというんですけど、単純な一つ あのモチーフっていうんですか、それを反復しながらなんとなく色彩感変わっていくっていう、これをやったのがザ・フェニックスホールっていう場所だったんですが、夜で舞台の後ろがね、あのガラス張りなんです、はい、夜景が見える、はい、夜景が見えるんです。そこであの梅田の大都会の車のね、あのライトがね、もう交錯するんですよ、交差点で。それがね、本当にあの色彩感、あの音が変わっていくと同時に、何かライトって一色じゃないのでね、はいはい、そういうのがすごく効果的で、あのすごく好評でした、はい、今朝はクラリネット奏者のヒョン・チョンチョルさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきましょう。スティーブ・ライヒ作曲、ニューヨークカウンターポイントです。
ドルチェクラシックチャンネル、お便りいただいています。大阪市城東区の猫のママさんです。先日のクラリネットの演奏を聞き惚れました。高校時代クラリネットを吹いていましたので懐かしくなりましたというふうにいただきましたが、今日もクラリネットいかがでしたか？クラリネットって心の奥にこうふわーっと入ってくるいい音色ですね。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。音楽にまつわるお話をはじめ、この時間こんな風にラジオを聞いてますよ、そんなあなたのことも教えてください。採用した方には ABC ラジオの記念品をお送りいたします。おはがきなら郵便番号 530-8004 ABC ラジオドルチェクラシックチャンネル、メールの場合は CLA クラシックのクラ CLA@ABC1008.com でお待ちしています。ドルチェクラシックチャンネル、来週は海笛の会フルート奏者の中山敏子さんをスタジオにお迎えいたします。ご案内は坂口霞でした。ドルチェクラシックチャンネル、この番組は管楽器の専門店ドルチェ楽器の提供でお送りしました。